皆さん、改めましてこんにちは。ようこそハンステン町へお越しくださいました。さあ、いよいよです。お時間になりました。これよりマーチングダンスフェスタ2022スタートいたします。さあ、このゴールデンウィーク期間中開催しておりますこのマーチングダンスフェスタなんですが、あのコロナ禍で2年間お休みし3年ぶりの開催。今年もすごいチームがハウステンボスにやってきてくれています。ぜひ皆さん、このゴールデンウィークのハウステンボスをたっぷり楽しんでください。このマーチングバンドフェスタは株式会社フリーダム様の協賛で開催となっております。ここで熱くお礼申し上げます。わっ、もうなんだか音も聞こえてきましたね。さあ、今日はですね、まず最初、長崎日本大学高等学校中学校チーム、そしてその後は専修大学玉名高等学校が登場します。さあ、パレード隊がこの会場にやってきまして、この広場いっぱいを使ってのドリル演奏を行います。後ろ側にもお客様集まっていただいておりますが、足元のロープがありますが、ロープの外側からご覧いただきますようお願いします。いろんな道具なんかも近くに置きますからね、中にはお張りになりませんようお願いいたします。さあ、ぜひ皆さん、今日も手拍子拍手で楽しんでください。さあ、いよいよ到着ですよ。長崎日本大学高等学校中学校の到着です。県最大級の学校となっています。カリキュラムが4つに分かれていて、学業や部活、美術など自分に合ったカリキュラムを選べれる学校となっています。柔道部や野球部が全国的に有名で、部活動にも力を入れている学校になっています。はい、ありがとうございます。さあ、それでは吹奏楽部についてもご紹介ください。はい、私たちは中高合わせて計57名で活動していて、モットーは、部の T シャツの後ろにも書いてあるんですけど、マーチングが好きだをモットーにして楽しく練習しています。練習は生徒が中心になってやることも多くて、仲の良さとか明るさは私たちの自慢だなと思っています。はい、わ、すごいですね。中学生も中にはいらっしゃるんですか？ねえ、すごい、中学生と高校生でだいぶなんか年の差がありそうなんですが、もうしっかりとついていって練習されてるんですね。さあ、それでは活動についても教えていただけますか？はい、吹奏楽コンクールやマーチングコンテストに出場しており、昨年は吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、マーチングコンテストでは九州大会に出場することができました。あ、すごい。はい、さあ、それでは今日はここハウステンボスも青空のもと演奏していただくんですけども、今日の演奏の見どころも教えてください。はい、本日は新入生の初めてのマーチングの本番となっていて、
初心者も多い中一生懸命練習してきたので、その頑張りと華やかな音楽に合わせてかっこいいマッチングを披露しますので、そこをお楽しみください。はい、ありがとうございます。こういうところも高校生いいですよね、かわいい。さあ、それではなんか皆さんのスタンバイ状況はいかがですか？ OK ですか？それでは最後にね、お二人から会場の皆さんに一言ずつお願いします。一生懸命演奏演技いたしますので、応援のほどよろしくお願いします。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあお二人、演奏の準備お願いします。じゃあお話を伺いましたのは吹奏楽部部長引田里奈さん、そして副部長の和田いろはさんでした。さあ、それでは早速お楽しみいただきましょう。長崎日本大学高等学校中学校チームです。お楽しみください。先ほどパーカッションショーをお送りしました。続けてトライアンフ、トゥルーパーサリュートの2曲をマーチングで披露いたします。今回は初心者のマーチング初心者の新入生が初めての本番ということで少し緊張していますが、なかなかこのようにお客さんを目の前にして演奏演技するという機会が減っている中、貴重な本番ですので一生懸命演奏演技いたします。それでは長崎日大のパワフルなマーチングをどうぞお楽しみください。Thank you.
長崎日本大学高等学校中学校チームです。さあ今素晴らしい演奏を披露してくれたばかりの彼らですが、この後演奏しながらパレードでこの会場を後にします。ぜひ皆さんパレード出発途中にも大きな手拍子そして拍手をお願いいたします。いや今日も本当にいいお天気、マーチング日和、本当にもう大感動です。楽しい一日となっております。さあマーチングバンドフェスタ2022、まもなく長崎日本大学高等学校中学校チームパレードでこの会場を後にいたします。Thank you.